やあ、こんにちは。孤独のライダーだよ。うっすらと雪が残るこの日、僕は岩手県宮古市を目指す。なぜかって、そうだな、ある映画の影響を受けちゃって、途中2つの駅を訪れたいと思ったのさ。もちろん宮古の運命ものも目的なんだけどね。今走ってるのは国道106号線。震災からの復興もあって、ところどころ工事が進んでいる。これまではどこででも工事が行われてきた当たり前の光景だったけど、よく考えてみるとありがたい限りだよね。復興工事も終盤戦。この光景も目に焼き付けておかないとね。震災を経験した僕らがこれからの世代に防災意識について伝えていかないとダメだよね。ようやくその余裕ができた感じ。遅すぎるってか。でもね、僕思うんですよ。人生にはそれぞれタイミングがあるってね。僕が脳腫瘍で倒れたのだって絶妙なタイミングだった気がするし、もしかしたら今起きている災いもそうなのかもしれないね。今下をくぐるのは JR 山田線の鉄橋。一日に数本しか列車が往来することはないけど、とても歴史のある線路なんだ。終戦の1年前、ここを通った蒸気機関車が川に転落するという事故が起きた。その事故を映画化したものを見た孤独さんは、思い思いに映画の世界に浸ってみたいと感じたわけ。人や物にはそれぞれドラマがある。そこにフォーカスを当てると、今までとは全く違った世界が広がるよね。今まで何度となく往来してきたこの道、今日は現代の平和な世の中を思うとともに、記憶に新しい震災のこと、今起きている災いのことを感じ入りながら、東へ東へと車を走らせる。気持ちが滅入りそうになっている人はいないかい？ストレスでついつい物や周りの人に当たっている人はいないかい？辛い時でも過ぎ去ってしまえばあっという間。来るべき新しい時代を思い浮かべながら、前向きに生きていこうね。複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。さて、目的の一つ、川内駅に到着だ。
あれ？ここは宮古魚市場。どうだ、魚市場のピッチピチ食材。まずは醤油を垂らしてな。ではマグロ行ってみますか。こりゃ最高。そして盛り放題の飯にがぶりつく。これだけの内容で1,000円、満足度が高うございます。では脇役のポテトサラダ。おお、あまり目立つことはありませんが、お前がいなけりゃこの定食は成り立ちません。刺身の合間合間に食べるポテサラがドドドンと満足度を高めてくれるのであります。このタコさん、もちろんですが新鮮ピッチピチ。ゆでタコじゃないよ、生ですよ。身が柔らこうございます。まだ俺の飯は茶碗一杯分はある。やはりもりもりに盛っといて正解だったな。茶碗すり切り一杯だったらこのおかずのボリュームに負けていた。そうなっちゃうとちょっと醤油味の強いおかずだけとなってしまう。当然食べてから少し経つと喉が渇く。そして缶ジュースなんか買って飲む。ジュースには人工甘味料がバリバリだ。そして余計に喉が渇くってわけだ。だからおかずと飯のバランスが大切ってわけね。何度も来てるお店ならいつもの感覚で成り立つが、今日俺はここを初めて訪ねる。持って生まれた食いしん坊ぶりが功を奏したってわけだ。今日は大いなる旅路という映画に浸るツアーを組んでみた。これから蒸気機関車を見学に行く。そういえば今年は SL 銀河は走るのだろうか。自粛なんてことになりはしないだろうか。病は気から冬が、景気も気からだ。バリバリ食って運動もして元気でありたいと思う孤独のライダーなのであります。みんな達者でねー。